明治安田 J2 リーグ。 Hello everybody and welcome to today's match. インフットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はファジアーノ岡山対清水エスパルス、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。清水エスパルスがこの試合は 4-5-1 のシステムです。そうですね、特徴としては中盤のポジション、シュート、いやうまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。抜けてくるクロス、キーパー直接処理しました。シュート、決まった、先制岡山。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。さあ、岡山この時間に先制に成功です。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので、気を引き締めたいですよね。そうですね、これは合いません。中村、さあ右へ預けて、このボールをカットします。岡山がこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。この時間帯のリードっていうのは非常に戦いやすいですよね。カルリーニョス、岩渕、大きくサイドチェンジ、阿部から柳、柳右サイド上がっていきます。矢島、中村、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。藤田からの長い縦パス、若さ、裏へ届くか、ボールが収まる、シュート、いやー、藤田ボール、同点、エスパルス、このゴールで今日のゲームをリセットします。いや、これは面白い展開になりましたよね。カルリーニョス、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。おそらくこのセカンドボールを予想してポジショニングを取ってましたよね。フィニッシュも落ち着いてましたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。清水としてはよく追いつきましたよね、はい、この後一気に畳みかけたいところですけどね。ちょっとしたミスで流れが相手に行くこともあるので、落ち着いてプレーしたいですよね。そうですね、スペースを狙う、さあ北川、右サイドへ振って、お、いい形ですよ。どうだ、このシュート、
守備陣ゴール前への突破を許してしまいました。非常にこうアングルを見つけながらねボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。このファーストハーフ最初のコーナーキックは清水、このボールに触ります。中村、裏のスペースを狙う。さあ一気にカウンターいけるか。カルリーニョス、矢島、スペースを使う。おーいいオーバーラップですよ。頭で来た。いやいい反応でしたね北澤さん。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。北川チームを率いるキャプテンです。抜けてくる。藤田から岩渕スペースに出す。カルリーニョスが受ける。自分で行く。来ましたよ。シュート、懐かしいエスパルス、ゲームをひっくり返します。ドリブルからのシュート、これは完璧でしたね。そうですね、やっぱりドリブルでの崩しはシンプルですけどゴールの確率は高まりますよね。まあそうは言っても簡単にできるプレーじゃないですよね。素晴らしいゴールでした。さあ清水1点をリードしてリスタート。いや素晴らしい逆転でしたね、はい、とはいえまだ時間があるのでこれから試合が動く可能性も十分にありますよね。確かにそうですね。宮本スルーパス、若さ、さあ右へ預けて抜けてくる。どうだ、このボールに触ります。岡山がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなぎたいですよね。クロスを折り返す。中村、矢島、カルリーニョス、ここはつながりません。長いボールを入れます。ルーパスを狙う。田上、流れを止めます。縦にボールを送ります。宮本、裏を狙っていきます。おっとこれはカウンターいきますね。グレイソン抜けてくる。シュート、素晴らしい反応でした。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。前半最後のセットプレーになるのか。短く出す。阿部、ヘディング、頭で合わせてきました。足で行かずに頭でっていう選択でしたけどもね。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。差は1ゴール。さあまずは最初の45分を終えました。いや面白い前半でしたね。同点に追いついた勢いで一気に逆転まで持ってきましたからね。
自分たちの時間帯にどれだけ有効的な攻撃をしてたかっていうことですね。明治安田 J2 リーグファジアーノ岡山対清水エスパルス。それでは引き続きゲームをお楽しみください。さあ後半スタートです。リードはされてますけども十分時間はあるのでしっかりボールを握ってペースをつかみたいですよね。この後半最初の時間帯は重要になりますよね。はい、うまいですね。さあカルリーニョス足元大事にいきます。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。木村岡山カウンターを仕掛けていきます。これは合いません。狙う狙う高橋ここは読んでいました。ここは繋がりません。若さシュートなんと止めた。しかしこれよく止めましたね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。清水は相手カウンターをしのぎましたが気をつけたい場面でしたね。中村宮本吉田さあつながるか。このボールをカットします。縦へのボール右サイドへ振ってもう一度この位置で受ける。前線へこの長いボール、これは奪い返します。岡山は現在このセカンドハーフ立ち上がりをビハインドという形で戦っています。まあまずは入り方で主導権を握ることが大事になりますよね。あとはもうこれ以上失点しないことを意識しなければいけませんよね。裏へのスルーパス宮本ここはカットします。両チームともメンバー交代があるようです。フォワードを2枚変えてくるようです。そうですね、思い切った采配ですよね。前に重心を持っていきたいという意図でしょうね。岡山は選手交代のカードがまだ手元にある状況です。柳ここはクロス。岡山としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。はい、自分たちに流れを引き寄せたいところです。シュート、高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。このパスを防ぎます。おお、これいいですよ。クロス入れてくる、シュートこぼれた。繰り返しクロス、スペースへクロスを上げる、そのままキーパーが抑えました。矢島スルーパスを出す。山原から松崎、シュートを詰めている。来
来た、追加点、エスパルス追加点が決まりました。これで差は2点。北川、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。落ち着いてセカンドボールを流し込みましたよね。さのプレーですけど落ち着いて決めてきましたよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ清水、勝利へと導く1点となるのでしょうか。清水としては2点のリードはかなり楽になりますよね。監督もイメージ通りじゃないでしょうかね。そうですね。これ仕掛けるか、コース空いた、空いた、シュート、自らドリブルで切り込んでのシュートでした。クロスに行くんですけどもね、うまくこうボールをさばかれてしまう。ここから打った、北澤さん、いいシュートでしたね。今の決められていたら3点差ですからね、かなり厳しい状況になってしまうところでしたよね。首の皮1枚つながったというシーンでしたよね。中村、このボールをカットします。ここは守備の対応、高橋、このボールに触ります。下詰め、松崎、下詰め、スペースへ、さあ来たか、来た、これは西澤、ここは笛が鳴ります。クロスバーの少し上、精度の高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。浮き球を使う、このボールをカットします。センバ、これは合いません。中村、仕掛けるか、ここは繋がりません。さあ繋がるか、来たぞ、どうだ、シュート、とこれは繋がりません。シュートレンジです、シュート、いや追加点、エスパルス、さらに突き放します。これで3ゴール差。
北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。いや、カウンター決まりましたね。赤い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。さあ清水、3点リード、ボールがつながる、主審時計を見ながら長いホイッスル、4対1、岡山非常に拮抗したゲームを見せてくれましたが残念ながら敗れてしまいました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。岡山としてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かチグハグになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さん。